今からエスニックを食べに行きましょうって言っても食べに行った後ないけどね、はい、ちょっと道案内を後でするっていうことで、ちょっと雨がね降ってきてちょっと暗くなってきたんですけど、ちょっと長居しすぎたね、はい、エスニック食べに行きますよ。美味しかったね。美味しかったですね、うん、おすすめがねあって、キーマカレーとガパオやったんやけど、キーマカレーをね食べて、はい、あと後でおすすめで、何だっけ、エビのやつよね、エビのシュリンプ、ガーリックシュリンプ、あーのやつがね、それをいただきました。まあ、もう一応ね今小倉駅方面に向かってます。まあそれで、左が西湊ですね、うん、でこっちブッテイがあります。セブンイレブンが見えるんですけど、そこの中にあります。ここですね、ちょっと変わった建物でおしゃれな場所です。ここですね、登竜軒もあります。ここですね。じゃあ今から行きます。注文したらベルのやつをくれます。フードコートみたいですね。これで呼び出しがあります。キーマカレー食べようかね。なんかいい匂いがするね。めっちゃいい匂いしますね。食欲をそそるようないい匂いが、ね、映える卵が隠れちゃうね。です ね。あとこれですね、うん、お肉と、うん、豆類ですね。あ、豆類ね、うん、これパクチーは食べれるけん乗せたけど、はい、あの外すこともね、うん、できるけんね、はい、ちょっと俺パクチー無理なんで、はい、あれなんやけど、ちょっと、うん、カレーからいただく、うん、ちょっとノーマルの方かな。うん、そうやね。こんな感じで。おいおい、辛さはそんなに辛くないって言ったね。うん、うん、どうよ、どうよ、うん、うん、肉の食感がいいですよね、うん、あ、本当。うんうん、なんだろう、鶏かな、なんかあれやね、あんまり見らん キーマカレーっていうか、ね、ザクザク感があるっていうかさ、ザクザク感、ね、汁がない感じのね、うんうん、豆とかも入って栄養満点で、うん、おー、いいね、ご飯とね、うんうん、またこの豆の食感もいいですね。あ、ほんと、うん、うん、で、パクチーですね、うん、うん、うまそうやね、これは。あ、うまい、このカレー風味と、うん、パクチーが相まって、うんうん、気分は南国。あ、マジで、うん、いや、ほんと、うん、これね、うん、食べたことないけど、うん、なんか懐かしい感じがする。あ、ほんと、懐かしいんや、うん、へぇ、これね、いきますよ、うん、はいはいはい、どうぞ。来ましたね、これは。これ盛り上がってるの僕たちだけかもしれない。いや、これはいいやろ、美味しいやろ、絶対。で、このパクチー、うん、パクチーもね、みんな。うるさいな。うるさいですね。うん、もう田舎だからね。そこは勘弁しましょう。まあね。ね、
ガーリックシュリンプとかガーリックシュリンプ、はい、単品とかでもあるんですけど美味しいんですよ。ああ、マジですか。あ、じゃあください。いいですか。あ、はい、宣言します。あ、ではお願いします。ライスの方がいいですか、単品の方がいいですか。単品でお願いします。あ、はい、すみません。はい、なんかおすすめでガーリックシュリンプ、うん、ね、勧められましたね。うん、ねえ、何で人参、うん、なん人参しりしりみたいな。本当だ、人参しりしりって沖縄かね。沖縄ですね。ねえ、うんうん、あ、美味しい。あ、本当、甘くて甘いんや。うん、マスタードかな、この南国風のやつなの。南国風。へえ。で、うん、それ何？ずっと思いよったけど。コンソメかな。コンソメなの。うん。玉ねぎ、オニオンスープか。多分。うん。玉ねぎだね。へえ。あ、コンソメオニオンスープ。あ、本当。うん。へえ。へえ。あ、美味しい。美味しい。うん。薄くバターが、うん、バター風味かな、うんうん、入っててね。うん。おう、ありっすね。あ、いますね。あ、ほんと？カレーと。へぇ。邪魔しない感じで。あ、ほんと？はい。なんかアジアンテイストよね。うん、雑貨がアジアンテイストやけね。アジアンテイスト。ねえ。なんか2階はなんかアフリカの小物売り場みたいでね。うん、なかなか多国籍な感じの。そうやね。うん。うーん、いや、今日ちょっと日曜日っていうのもあってかなんかお客さん多いよね。多い、うん、めっちゃ多いですね。ねえ、次から次来るもん、また来たもんね。うまい。うん、じゃあね、チェンマイタコスいただくね。チェンマイってタイのことよね。ですね。ね、その前にさ、ちょっと喉乾いたんよ。はいはいはい。コーヒー飲んでいい？はい、飲んでいいです。これもちょっと。これ、おしゃれっす。うん、おしゃれやね。コーヒーの中、おしゃれなとこ、おしゃれ的なとこはこんなんよね。そうですね。ね、どうですか？まだ飲んでないです。うまそう。あ、音がいい ね。熱いから。これとさ、砂糖とかミルク入れるとき、これ開けるんちゃう？どうすんよ。あ、これ開けて入れるんやろね。です ね。で、ブラックで飲むと人は、うん、これで飲めよって、ね、うん、あ、ちゃんと焙煎された香りがする。おー、アイスでもね、感じる。うん、あ、美味しいわ。これはうまい。ちょっとね、あの、お手手拭いてからいただくね、はい。初めて食うね。これ、皆さん食べたことありますかね、このチェンマイタコスとか。聞いたことないよね。聞いたことない。ね、初めて聞きました。初めて聞いたもんね。普通のタコスもね、うん、あったけん、あの、その、普通のタコス食べたい人は普通のタコスを食べていただいて。うん、これ、キャベツかな。キャベツですね。ちょっと熱が取っとるね。うんうん。うんうん、ちょっとまずね、あの、この側だけちょっと食べてみるね。ちょっとな、ソースかな。ちょっと食べるね。うん。うん、うん、柔らかくて香ばしくて、はい、うん、あの、もちもち感があって、うんうん、美味しい、うん、まだ側だけ食べるとね、辛くない。多分ね、このソーセージがね、辛そうですね。辛いんやと思うよ。こうやっていただくとあれやね、ちょっとなかなか入らんかもしれんね。ね、やっと食べるね。はい、いただきます。お、なんか出てきた。お、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 うん、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 おー、うん、色合い、うん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 、辛い。どうだ、辛い。いや、これは辛い。辛いっすよ。辛い。なんだろう、あの、この、はい、ソーセージ自体がめっちゃ辛いで、はい、あの、エスニックな味がする。あ、うん、あ、匂いが今ちょっとエスニックだった、うん、はい、うん、なんで、普段あの、食うようなソーセージじゃない。へ、え、ぇ、ーうん、
うん、あ、これはすごいわ。なんかちょっとサラミみたいな匂いしますよね。こんな感じもする。うん、もう辛い。辛い。スパイスがやっぱ多いんでしょうね、これ。うん、辛い。あー辛い。いや、これマジで、俺辛いの得意だけど、ちょっと辛いわ。これ皆さん気をつけた方がいいですよ。でもうまい。おお。辛いけどうまい。なるほどね。うん。あ、すみません。あ、ありがとうございます。すみません。写真も撮ってくれてありがとうございます。あ、いえいえ。あ、これって YouTube 上げていいですか？もちろん。あ、ありがとうございます。1000円いただいて。あ、はい、すみません。ありがとうございます。あ、ちょっと税込みですかね。はい、税込みです。あ、はい、すみません。あ、はい。はい。あ、これね、ね、わざわざね、おすすめですってね、うん、言いに来てくださったんで、はい、ちょっと注文してみました。ガーリンクシュリンプね。はい。ハワイかね、ガーリンクシュリンプって。じゃないかな。そうですね。ね、これハワイのイメージがあるけど。そう、自分もなんか、南国なイメージ、うん。ああ。なるほど。いやー、辛いわ。マジ、マジやべえよ。いや、これ食ってほしいな。じゃあちょっと後で。いや、多分食べれんと思う。やめとった方がいいと思う。端っこだけちょっと食べます。あー、なるほどね、はい、ちょっとこの中をね、ちょっとね、いろんなものが入っとけんのちょっと見したいんよね。ちょっとだからオリジナルソーセージですよね。オリジナルよ、これ。オリジナルじゃなかったら何なんこれって感じよ。食べたことないもん、こんなん。あまりの辛さに怒ってますね。いや、カレーよ、ものすごいカレー。うん、でもこれね、うん、食いよったら癖になるわ。あ、このなんか香辛料っていうか、うん、あれのやつが、うん、ま、だってまた食べたくなるもん。へー、うまい。うわ、うまっ。おいしい。これ代表、キャベツってどうなんて思ったんや、はい、でもこれが合う。お、うん、これが行きたくなるもんね。お、おいしい。うん、うん、うん、合う、うまい。なるほどね。うん、なんか一口でガブって食うのは怖い。おうおうこう、ちょこっとずつ食うのがいいみたい、うんうん、だけこれがあるんやろね。ですね。うん、うまい。じゃあガーリックシュリンプね、いただこうかね、はい、ね、わざわざ言いに来てくださったやつやけど、相当おすすめみたいやけどね、はい、どんなんなんやろ。これ皮付きかな。皮、いや、皮は剥いとるんかな、うん、あ、いや、薄皮、あ、だけ、うん、皮が柔らかいエビなんですね。あ、そうなん。うん、多分、これ皮付いてますよ、多分。へえ。ありますね、柔らかい系の。なるほど。で、それがソースみたいなの。ですね、玉ねぎの。へえ。うん、なんだろう。分からん。味はすごく濃いんですよ。おうおう、バターとか、うん、玉ねぎとか、うん、なんだろう、いろんなスパイスがこれも入ってる感じ。うーん、黒胡椒とか。なるほど、うん、これにだけ使って、うん、こういう感じですよね。ちょっとこのまま頑張っていきます、うん。うん、皮は薄皮で、うん、ちょっと食感に残るかなっていうぐらいの皮なんですね。あ、ほんと、うん、へぇ、その、うわ、引っかかったとかそういう皮じゃないんで。あ、じゃない、薄皮なんで。へぇ、食べれます。うん、うん、うん、このソースだから、うん、いけるな、結構っていう、うん、あ、なんかでも初めてなんで、うん、うまく食レポができないけど、これはだけこういう食べ物で、うん、美味しい。うーん、このこれは何、これなんすかね、何やろこれ。あ、冷たい。あ、サルサ。あ、サルサ、うん、へえ。だから多分ポテトつけるんかな。あ、なるほど。塩味はそんなについてない。いや、ついてない。うーん、だからこういうことか。ああ、そのサルサは辛い？あ、説明しましょうか。うん、めっちゃ辛いです。え、マジで？
めっちゃ自分が辛いの苦手だから、うん、あの通常の人だとあ辛いねぐらいだと思う。なるほど、うん、あ俺はちょっと辛いなって思います。あなるほど。でも、うん、あの本当新鮮なみずみずしいサルサソース、うん、へー、あんま見らんねそういう系のシャバシャバの、ね、野菜とかも新鮮なんでね、うんうんうん、うんうん、これ美味しそうやね。あ、うまいですね、うん、いやこれ1000円やけど価値あるね。これはいいと思います、うんうん。まあ、これ単品なんでね、はい、あのセットになるとご飯もつくのかな。そうですね、うん、で人参シーズン、これはあれについとったんですよね。同じですね、キーマカレーにね。このソースが、うん、やっぱこのエビ引き立てますね。あ、やっぱガーリックシュリンプやけどニンニクのですね、香りがして、うん、頭も柔らかいけど頭ごといけるかもしれない。ちょっと食べてみて。おいおー、すごい、頭ごと食うた。すごい、なくなってしまった。うんうん、あ、うん、これ丸ごといけますね。あ、ほんと、うん、子供だとちょっと、うん、ってなるかもしれないけど、うんうん、分かってて大人が食う分は引っかかるところは一切ないです。あ、ほんと、うん、へえ。エビの味噌的なもんは感じる。それは感じん。まあ味が濃い感じか。感じないけど、うん、海のあカニあじゃねえエビの旨味は全然残ってます、うん。このソースに消されることがない。あ、ない、うん。なるほど、うん、おすすめだけある。おすすめだけある、ね、うん。めっちゃエスニックで、うん、うまいですね。でポテトで、うんうん、うん、美味しいです。